ザードがデビュー30周年を迎えることを記念し、生配信ライブイベントの開催が決定した。2007年5月に亡くなった酒井泉さん VO 誕生日の2月6日に、初の VR、バーチャルリアリティ花火ショー、ザード 30th Anniversary Online 花火ショー、ハッピーバースデーディア泉酒井を生配信する。同イベントは仮想空間に設けられる大型ドームがステージ、ザードのライブ映像と事前収録された実際の打ち上げ花火を合成し、バーチャル空間で音楽と花火の共演が楽しめる新感覚のエンターテインメントコンテンツとなっている。ライブの合間にはゆかりのアーティストやスタッフによるザードとのエピソードトークも、チャットで寄せられる質問に答えるコーナーなども用意され、ザードのデビュー30周年と酒井さんの誕生日をファンと共に祝う。ライブ配信サービスストリンパス、ファンストリム、VR モードを通じて生配信される。また、デビュー30周年記念日の2月10日には、東京国際フォーラムでザード初の生配信ライブ、ザードストリーミングライブ、What a Beautiful Memory、30th Anniversary を実施する。この会場は、2004年に行われた、ザード唯一の全国ツアー、What a Beautiful Moment ツアーで2公演が開催された場所で、1年前から30周年ライブのために抑えられていた。当初は有観客ライブを行う予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、無観客での生配信ライブとして開催することに。酒井さんの歌声と映像がバンドの生演奏とシンクロする。